ちょっと暗いんですが、とりあえずここはあの問題調査だけを持ってないので、ちょっと次に行きたいと思います地区もほら26コーナーで、魚力地区もなる。そうするとその完璧 の, その高い問題をあの聞くのもできるんじゃないかって話をしたことはあるんだけど、見張り台もあるんで、あの今でもアワビとか密漁に来るのにあの監視したいなと。これもね、アリナベからね、これサンマの叩きかもしれない。ここのね、コロナあたりは千高川の水でしょ、飲んでるのは浄化して、ここは地下水だから、うん、水道水。ナビゲーターの佐藤と吉野です。司会進行をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。参加者の皆さんの話を、まあ、フォーラムでたくさん聞くことができたんですけれども、それぞれいろんなものを感じたと思います。で、赤身は結構濃かったんじゃないかなと思うんですね。いろんなことを皆さんいっぱい感じたと思います。それで皆さんが持ち帰ってですね、それなりの自分の生き方の中に何がしか意味のあることとして残っていければいいのかなというのが一つ思ってます。昔から津波があったところだったから、地震が来たら津波が来るっていうのをセットで、語り継がれてきた地域であって、それが良くも働いたり悪くも働いたりっていうところがあったけども、でそうしたことをこれからも受け継いでいくためには、そうしたおじいちゃん、子供、孫、その下っていうのを、もう都会だと壊滅的だという話でしたけれども、都会でこそそうしたこう世代間をどうして、仲良くしていったらいいのかっていう部分で、何かそのやっぱり文化とか芸術の力っていうのが生きていくだろうっていうふうに思う。どの方々、まあ出会った方々がすっごい嬉しそうに自信を持っておすすめしてくれるものを持ってるっていうのはとんでもなく幸せな状況なんじゃないかと。なんか翻って自分たちの地域を見た時に、外から来られた方がに対して自分たちが何ができるだろう、なんか考えた時に、手前味噌作ってるかな、漬物作ってるっけ、で海産物、山のもの、いろんなものっていうのを自分が自信を持っておすすめできる、買ってくるんじゃなくてね、なんかそういう環境に自分たちの生活っていうのを置いてるだろうかというのを考えると、とんでもなく未来を据えた地域なんじゃないかなと思うのね。なんで涙が出るんだろうなっていうか、まあ、もちろんそのいろんな悲しさっていうのがあるし、そこに空見上げてたりしてたんですけど、いろんなことを思ってたんですが、なんかやっぱり悔しさと無念さっていう感じがあるなと。まあ、そういう意味でその死んでいった人たちというか、まあ、子どもたちも含め、まあ、家族も含め、そこにある無念さっていうものを
それは忘れちゃいけないだろうっていう気がまあするんですね。じゃあそれは何なのかっていうと、まあ、さっき五感の話もありましたけども、何かその今の社会を作ってる常識とかルールっていうのがいかにその脆弱でフィットしていないかということもあるでしょうし、もっといろんなそのことっていうか記憶体験、体の中からの体験っていうものを本当に作っていくことっていうのが必要なんだろうなと。まあ予算は年月が経つごとにだんだん減っていくとは思うんですね。でもそれも何が必要で何をやらなければいけないかっていうことをしっかりイメージしたら、やっぱそこだけはしっかりやっていくべきだと思います。それはこういうふうに残していくこともそうですし、復興復旧していく中でも本当は何が必要なのかっていうことをきちっと考えて、そこに集中していくべきだと思います。昨日の話にもいっぱい出てきたんですけれども、いわゆる現状復帰の復旧ではなくて、新しい街を作るっていう意味でのその創造型の復興ですか、それにシフトしていくべきだと思いますね。いろんな意味で風化していくこと、忘れていくことでいろんなものが見えなくなっていくんですけれども、少なくともこの参加者の皆さんにおいては何がしかとても意味のあることが皆さんの心の中に残ったんじゃないかなと思います。で、まあ、最後にありましたけども、ぜひこの継続って言いますか、そのまた別の企画でこういうことをしたいっていう意見もたくさんあったので、まあ、それはぜひ継続で考えていければなとは思ってます。